皆さんこんばんは、工藤です。1月10日月曜日、夜の9時29分です。はい、今日はですね、はい、ちょっととある、まあ、私事の、はい、お話ではあるんですけど、はい、まあ、かなり個人的なお話をしようかなと思います。はい、何の話かっていうと、私の祖父、おじいちゃんですねが、今日の、まあ、私もね今日の朝知ったんですけど、はい、私の祖父がですねちょっと緊急入院しまして、今ね、まあ、今は全然病院でなんとか落ち着いている状態というかなんですけど、もうそのなんていうのかな、延命措置とまではいかないんだけど、その機械につながってるというか、病院で入院、今入院してるんだけど、入院してその機械でなんとか生きながらえてるような状態らしいんですね。はい、まあ、意識もね普通にあるんですけど、もう自分で呼吸ができない状態っていうのかな。はい、ちょっとね私の祖父は肺がちょっと悪くてですね、もう ほぼ機能してないわけじゃないと思うんだけど、ほとんどもう自分の肺では呼吸ができないようなもう状態で、で昨日の夜だったかな、入院する前とかもそのもう家では常にその酸素吸入器っていうのかなみたいなものをこう鼻に通して、生活してるような状態だったらしくて、で昨日の夜なんかそれが外れてたんだったか、ちょっと何が原因かは分からないんだけど、もう顔真っ青になってこたつかなんかに入ってたらしいんだけど、それでなんかもう意識が完全にない状態だったらしくて、で一緒にいた、まあ、おばあちゃんがね、救急車に、いや救急車呼んで、まあ、なんとか助かったらしいんだけど、なんかもしあと1時間ぐらい遅かったらもう死んでましたみたいなことも言われたらしいくらい結構ギリギリだったらしくて、はい、まあ、そんな感じで今、はい、祖父が緊急入院して今、はい、います。今回入院した祖父はですね、母方の方の祖父で、今年の年末年始に私が父親と一緒に、まあ、祖父母の方に家に遊びに行くっていう話をしたんですけど、その時に、会いに行ったおじいちゃんおばあちゃんとは別ですね。はい、うん、まあ年末年始に会いに行ったのは、まあ、父方の方の、祖父母の方 で今回ちょっと、緊急入院することになったのは、まあ、母方の方の、まあ、祖父ということになります。はい、うん、ね、ちょっと急なことだったからね、ちょっと私もびっくりしたんですけど、まあその前々からね体の調子っていうか、なんか元からまあ、肺が悪いとか、あと糖尿病も患ってるんですよね、その私の祖父はね、うん、でまあ健康じゃないっていう状態なのはまあ聞いたりしてたし、まあ、何度かそういう病院に搬送されるみたいなことがあったっていうのを聞いてたから、なんか、まあ、私の母親としてもなんかもうそろそろこう来るんじゃねえかっていうか、もう行っちまうんじゃねえかみたいなねことも言ったりしてまして、なんか母親的にはもうそろそろ覚悟してるから、まあ、亡くなってもおかしくないだろうなみたいなことは言ってましたけどね、いきなり今日朝、おばあちゃんから電話がかかってきて、実は昨日緊急入院して今病院にいるんだみたいな電話がねちょっと朝かかってきて、まあ、私宛てじゃないんですけど母親宛てにかかってきて、それを母親づてにまあ聞きまして、はい、うん、みたいな、マジかみたいな、ね、感じで、でおばあちゃんも一緒に病院に行ったらしいんだけど、その時にその病院の先生から、もう
その自力で生活できる状態ではないというふうに言われたらしくて、さっきも言ったようにその肺がね、もうなんていうのか、ちょっと私も詳しくは知らないんだけど、肺がうまく機能してなくて、でもう自力では呼吸ができない状態で、でまあ糖尿病も患ってたりしてて、なんか糖尿病のその数値もなんかかなり悪い状態らしくて、今は薬とかなんか治療でなんとかしてるらしいんだけど、まあ、入院で運ばれた時はかなり数値も悪い状態だったらしくて、本当に危ない状況だったみたいです。はい。でおばあちゃんはその延命措置というかをするのかどうかみたいな話もされたりとかね。で現状はその鼻から多分管を通してなんとか呼吸っていうか、まあその体にね酸素を行き渡らせてる状態でなんとか生きながらえてるような状態らしくて、うん、何か私のねその祖父もねなかなか頑固な人で、まあ昔の人だからね、今80いくつだったっけな、6?5?5?6?4 ぐらいだと思うんだけど、456ぐらいだと思うんだけど、うん、大体私の、3倍、私が今28なんで、で2倍3倍すると大体84くらいか、うん、になると思うんですけど、まあ、大体私の3倍くらい生きているねおじいちゃんなんですけど、まあ昔の人だからね結構頑固なところもあったりして、なんか今日もさっき、ね、聞きましたけど、いろいろ看護師さんに迷惑かけたりしてるみたいで、うん、なかなか困った人だなとか、まあおじいちゃん、自分のおじいちゃんながら思ったり しましたけど、うん、まあなんか延命措置は本人もそのおじいちゃん本人もしたくないっていうふうには言ってるらしくて、まあそこまでして生きながら会いたくないというかね、みたいなことを言ってるらしいです。なんかでなんか退院するとか言ってるらしいんだけど、本人はもう退院して、なんか退院ってだからつまりそのまあ多分その鼻に管を通して酸素吸入器みたいなやつでなんとか酸素を行き渡らせながら生きながらえることは、まあ生きながらえるというかその退院して普通に暮らすことはできるとは思うんだけど、そんなような状態で生活できるというか、まあ、正直いつ死んでもおかしくないような状態なのに、その退院なんてさせてもらえるのかどうかもよくわからない、うん、でもおじいちゃんはその、ね、退院するとかって言ってるから頑固なんだけど、うん、だからちょっとどうなるかはわかんないけどね、うん、で今回それに伴って、今ねおばあちゃんがその一緒に病院にいるって言ったかならしいんだけど、ちょっとおばあちゃんね運転ができないので、車のね運転ができないので、ちょっと何かと不便になることもあるだろうっていうことで、まあ、一旦ちょっと母親が私の母親が、まあ実家の方に帰省することになりました。はい、まあ、去年もね1ヶ月くらい帰ってたりしてたんだけど、確かクドラジでもねそのドライブ配信した時かなんかにその話をねしたかと思うんですけど、はい、去年も1ヶ月くらい帰ってたんですけど、ちょっと今回年明けてねかなりドタバタ、年末年始が終わってやっとドタバタ収まったかなぐらいのタイミングでここにね来て、またまあ祖父が緊急入院するっていうことになって、まあ、私の母親もかなりドタバタ忙しそうにしてますけど、まあ、今週中になんか実家に帰るみたいなんで、はい、ちょっと工藤家はちょっと今週来週くらいは忙しいのかなっていう、忙しいというか私自身はまあ普通に仕事があってね、まあ何するわけでもないんだけど、ちょっと母親はドタバタしてるかなという感じですね。はい、であとその今コロナがまあオミクロン株とかもそうですけど流行っていますよね。でその影響もあって、もう面会はもう謝絶、完全謝絶状態らしくて、
で、おばあちゃんですらもうね、顔も何も見れないような状態らしいです。なんか ICU っていうのかな、集中治療室みたいな、なんかそんなようなところになんかいるらしいんだけど、もうおばあちゃんは、そのおじいちゃんが集中治療室的なところにいるのはまあ分かってるらしいんだけど、でも一切こう面会できるようななんか状態じゃないっていうか、その、まあ、コロナの影響もあって一切面会ができないような感じらしいです。うん、まあね、ちょっとコロナの、まあ、影響があるからちょっとしょうがないっちゃしょうがないんだけど、なんかちょっとね寂しい、ちょっとっていうかね、まあその空気のやつとか機械につないでいれば、まあすぐにぽっくり死ぬことはないんだけど、多分ねないんだけど、まあかなり危ない状態ではあるから、その、まあ、母親だったり、まあ私なんかはいいけど、母親とか、それこそ私の母親とかおばあちゃんとかはさ、やっぱりなんか死ぬ直前はやっぱ顔見たいとかさ思ったりすると思うんだけど、なんかそういうのも叶わないのかなってちょっと思って、うん、なんかそれは寂しいなとか思いつつっていう感じですね。はい、だから今週私の母親は実家に帰りますけど、あくまでそのおばあちゃんのサポートっていうところでだけであって、まあ実際におじいちゃんと面会できるかどうかはまた別っていうことなんだよね。うん、だから私も最初その面会できるんであれば、ちょっと最近ね、もう何年顔合わせてないかな、もう 3,4 年ぐらい顔合わせてないと思うんだけど、だからなんかもうね、亡くなってからやっぱり会っときゃよかったって後悔するよりだったら、なんか会える時に会いに行っておいた方がいいかなと思って、一応ね、あの私もついていこうかなとかね思ったんだけど、ついていったところで面会できないんじゃね、あんま意味ないなっていうふうにも思いまして、はい、まあ一応仕事はね、まあ、そのオンラインでやったりとかね、普段私してますから、まあ、シフト制だったりするのもあるし、完全オンラインでやったりしてるから、まあおばあちゃんちはちょっと Wi-Fi とか飛んでないからね、ポケット Wi-Fi とかレンタルして、なんとかインターネットの環境をなんか構築しなきゃいけないなっていうところはあるんだけど、まあそれでもかろうじて、まあ、収録とかはできたりするし、最悪ねシフトをこうちょっと変えてもらうとか外してもらうとかっていうのもできるから、うん、まあ行こうかなとも思ったんだけど、ちょっとね、まあ、結構遠い場所にあるんだよね、うん、まあ、新幹線使ってどのくらいかかるかな、まあ、時間はいいにしてもちょっと料金がね、片道で2万はいかないにしてもちょっとそれぐらいかかっちゃうから、往復でってなるとかなりの金額がねかかっちゃうんで、ちょっと会えるかどうかもわからないのに会いに行くのもなんかなという感じで、まあ、仕事のこともあるし、うん、だからちょっと今回はまあ母親一人で、まあ、行くという形になるかなと思います。はい、なので私はまあ家でお留守番という形ですね。うん、まあ、もしそのなんか、まあ、私の母親はねスマホ持ってるから、もしなんか面会ができるとか、おじいちゃんの様子が分かるようなね、なんか状況にあるんであれば、まあ、スマホとかでこう、なんだろう、 LINE とかでビデオ通話とかすれば、まあ、顔見れたり声聞けたりはすると思うんで、まあ、そういう形でもまあいいから、最後になんかこう顔見たりとか声聞ければ、まあちょっと本人は分かんない、おじいちゃん本人は分かんないですけど、まあいいのかなって思ったりしてます。はい、まあ、私としてもね、やっぱりその、うん、最後に会ったのがもう本当数年前になるので、やっぱり亡くなる前にね、ちょっと少しぐらいはやっぱ顔見せてあげたりとか、自分もちょっとおじいちゃんの顔見ておきたいなっていう気もあったりするんでね、うん、そんなところかな。私の祖父母は今のところだから、まあ、父方母方もそうですけど、今のところ全員、まあ、まだ生きているので、全員80いくつぐらいかなで生きているので、私はね、
あの身内が亡くなった経験っていうのが今までないんですよね。そのなんだっけな、母ね、まあ、本当になんていうの、母にから見たそのおじさんとか、そのひいおばあちゃんとか、なんかそういうちょっと離れた、ほとんどあまり関わりのない人たちが亡くなったりして、子供の頃にその親についていって葬式に参加したりみたいなことが昔ね、こうあったりして、母親が泣いてるのを見たりとかっていうのはあったりするんだけど、なんていうのかな、やっぱおじいちゃんおばあちゃんとか、それこそ父親母親とか兄弟とか、そういうなんか物心ついてから結構会うことのあった人が亡くなるっていう経験が今までないので、うん、だから今回おじいちゃんが本当に亡くなるかもしれないっていうこの聞いた時にちょっとね、マジかと思って、正直自分がその本当におじいちゃんが亡くなった時にどんな気持ちになるのかが想像つかなくて、うん、まあ私はおじいちゃん子とかおばあちゃん子じゃないんですよね。おじいちゃんおばあちゃんは全然、まあ、別居というか全然離れて暮らしているので、あまりそのおじいちゃんおばあちゃんに親しみがあるというか、小さい頃からおじいちゃんとかおばあちゃんに育てられた記憶とかっていうのは全然ないので、すごいそのやっぱその小さい頃からおじいちゃんとかおばあちゃんに育てられたようなあの子供もやっぱり いたりするじゃないですか、うん、おじいちゃんおばあちゃん家に同居してるとかさあると思うんですけど、私の家はねそういうのがなくて、本当にまあなんていうの、核家族世帯っていうのかな、お父さんお母さんで子供の私と兄弟みたいなしかいなかったので、だからあんまりねおじいちゃんおばあちゃんとまあ年に1回会うか会わないかぐらいのね頻度でしか会わないので、だからそんなおじいちゃんおばあちゃんが亡くなった時に、うん、どんな気持ちになるのかっていうのは正直私にも今分かりません。うん、まあ亡くなるかもしれないっていう状況ではあるけど、今はもう別になんかすごい悲しいとか、正直に言っちゃうとおじいちゃんがもしかしたら亡くなってたかもしれないっていう状況ではあったんだけど、なんかそこまですごい悲しいとかっていう気持ちにはならなかったんで、なんか自分は薄情な人間なのかね、ちょっとよくわからないんだけど、まあ、そんなところですかね。はい、どうなるかね。一応なんかまあ母親とかもねふざけて、もうあの喪服の準備しとけとかね言われて喪服なんかあったっけなみたいな、昔なんか就職する時かなんかにそのスーツ買った時に、ついでに買った一応ね、まあ、喪服もあったりするんだけど、まあ、ちょっとそれをこう押し入れの中から探し出したりとかして、あったあったみたいな、まだ着れっかなこれみたいなねことやったりとかしてたんですけど、今日はいちょっとそんな感じで、ちょっとね私の母方の方の、祖父がですね、まあ昨日緊急入院して、で今は、まあ、機械につながれながら、まあ、意識はあるらしいんですけど、なんとか生きながらえてるような状態らしいです。はい、まあ、本人は頑固なんで退院するとか言ってますけど、多分無理じゃねえかなとは思うんだけどね。それこそそんな頑固をと、まあ貫かせてもらって退院したとしても、退院してすぐ死ぬんじゃねえかなみたいなこともね母親言ってましたけど、分かんない、ちょっと何が幸せなのかは分からないけどね。その結局病院でずっとそうやって機械につながれて、まあ生きながらえて、まあ延命措置とまではいかないけど、機械でつながれてるからなんとか生きていけるけど、結局病院からはもうずっと出られないような状態で、死ぬまで出られないような状態で過ごすのか、それとももうなんかもしかしたらもうぽっくりねこう行っちゃうかもしれないけど、それでもやっぱりその退院して自分の好きなようにして過ごして、まあ死んでいくのか、まあ、どっちが幸せなのかどうかはまあちょっとおじいちゃん本人じゃないとわからないですけど、
今のところはなんか退院するみたいなことをね言ってるらしいんですけど、どうなんだろう、その辺は病院から許可が下りるもんなのか、うん、私はちょっとわからないですけど、はい、まあ、ちょっとそんな感じでちょっとね、はい、身内に、はい、ちょっと暗雲が立ち込めているような状態です。うん、他のおじいちゃんおばあちゃんはね、まあ父方もそうだし母方の方のおばあちゃんもそうだけど、今のところみんな80歳ぐらいだけど、他はみんな元気っていうか、まあこの前会いに行ったね、あの父方の方の祖父母は今のところはまだ大丈夫かなという感じですね。うん、まあ日本の平均寿命もねどんどん伸びてきているし、まあ日本だけじゃないか、世界的に見ても平均寿命伸びているのかな。うん、なのでみんなおじいちゃんおばあちゃん元気だからね、まあ80歳まで生きるのが長生きなのかな、どうなんだろう、まあ長生きだと思うけど、当然ね私みたいなそのまだ30もいってないような人間からしたら全然長生きだと思うけど、今のこの最近のなんていうの、おじいちゃんおばあちゃんたちが普通に100歳とか生きる人がちらほらね出てきてるのを見ると、80で亡くなるのは比較的早い方なのかなとか思ったり、うん、どうなんだろうね。はい、というわけでちょっと長々と、はい、完全に私事ではあったんですけど、はい、まあ、おじいちゃんが緊急入院したというお話でした。まあ何かしらねまた進展というか、まあ進展、まあおじいちゃんが退院するとか、あとはまあなんだろう、あっては欲しくないけど、まあ亡くなっちゃったとかねみたいなことがあれば、ちょっとね、はい、また配信していこうかなと思ってます。うん、亡くなる前にね一度くらいはこう顔見たり、まあリモートというかそのインターネットを介してかもしれないけど、ビデオ通話みたいな感じになるかもしれないけど、それでもやっぱ一目ね実際に顔を見たりとか会話したりとかできたらいいなっていうふうには思ってるんですけどね。はい、というわけで、今回の配信は以上になります。また明日の配信でお会いしましょう。おやすみなさい。バイバイ。